ラブカース TV 川口学です皆さん、今日はこちらのランボルギーニレブエルトついに日本上陸を果たしてですね先日発表されたばかりのこの1台ですけれどもすいません、私ですね発表会に行けなかったのでこちらのですね六本木にある、えー、ランボルギーニのラウンジですけれどもここにですね本当にわずかな時間だけ置かれるということで,ですねそこで来させていただいて今日撮影させていただく機会を得ました。 ということで、このレーヴェルと内外装徹底チェック行ってみたいと思います。で、このレーヴェルトですけれども、まずボディサイズいってみたいと思いますけれども。全長はですね、四千九百ミリ。 そして全幅ですけれどもこれミラー込みの数字で2266ミ、mm、リまあミラーなしのですね全幅なんですけれどもこちらが2033ミ、mm、リということで 2m を超えております一方でですね全高ですけれどもこちらは1160ミ、mm、リとホイールベースは2779ミ、mm、リということになりますまあこの場所ではですね裏風なんかもですね撮影させていただいて、まあ、サイズ感はこの場所に置いてあるとよくわかるんですけれどもやっぱり レベルとアベンタドールの光景というだけあってボディサイズもそうですけれども迫力が相当にあるなというのがまず第一印象ですでこの車はですねまずフロントマスクから見ていきたいと思いますけれどもこれまでよりもさらに低いそんなです、ね、ノズを持っているのが特徴というところでしょうねまあウとかですねアベンタドールから比べてもですねよりこう低い感じがするというのはこれデザインの妙で このボンネットのですねフードがかなりこうシャープにこうカットされていて、そこにですね普通の車だったらこうエアインテークとかそういったものが備わるような部分にですねヘッドライトユニット、そしてウィンカーのユニット、エアインテークというような感じで配置されていますので、正面から見ると本当にあの黒く大きなですねエアのこうインテークが空いているのかなというような、そんな見た目をしているわけですね。そこに ててのライドユニットななんかが収ままっいいるととうことになりますちなみに、はい、こちら、ナンバープレートの装着するです、ね、場所ですけれども、これ、ユーロプレートが置かれる場所ですが、ここにですねカメラがあって、そしてここにカーボンのパーツが入っているわけですけれども、日本のナンバープレートは一体どのようにつくのかというのがですね非常に気になるところではあります。まあででもそのくらいいフロント周りはですね低いと ということですねそしてライトユニットですけれどもこちらですねヘッドライトのユニットが上にあってそしてここにですね最近のランボルギーニにすべて共通しているこの Y の字のですねモチーフの LED が入っているわけですね、まあ、この部分光るとどんな風になるかというのはですねリアと合わせてご覧になっていただければと思います。 私、今こう立った状態ですと、私のですね膝よりもさらに下に、ですねこのノーズの先端があるぐらいまあ低いというのが特徴ですね。しかも、皆さんご覧になっていただいてですね分かりますように、今回はこの鮮やかなですねオレンジのボディカラーが塗られてますけれども、こうしてみると、ほとんどボディの部分はカーボンになっているのが見て取れます。例えばこここにももでですすねンンネットののの番上端のところですけれどもカーボンの このパーツが入っているように見えますが、ここ塗り分けられているだけで、これ全部、この下もですねカーボンになっているのが特徴というところですね。で、さらにですねこの低いノーズからサイドに行きますと、まあ、このような感じで、ですねかなり流麗なくさび方のです、ね、フォルムを持っているのが特徴なんですけれども、これ、サイドから見ると、ですねこの辺りにルーフラインがこうスーッと来ていて、このドアの部分。 ここからさらにこう Y の字に分かれるような感じでエアのインテークがですねデザインされているのが特徴ですよね。なのでまああの機能はですねもちろん確保されているんですけれども、パッとですね横から見たときにこういった部分でも最近のランボルギーニの,その共通している Y のモチーフがしっかりとですね随所に使われているのが分かるということですね。ちなみにフロントのホイールですけれども、こちら。 はいいめめちゃめちゃゃ薄いですブリヂストンのポテンザスポーツですけれどもフロントタイヤが265の30の ZR21 というサイズになっていて30なので本当に薄いですちょっとキャッツアイドがめちゃめちゃ心配になるぐらい薄いですでさらにこのホイールもご覧になっていただくと分かります通りかなりですね繊細なその肉抜きもです、ね、しっかりされているホイールで根元から5本に分かれてさらにそこから2本に分かれる 10本のスポークになってるわけですけども、まあ、離れてみると星形に見えるようなそんなです、ね、ホイールがブラックで塗装されたものが今回備わっておりますそしてシックスピストンのキャリパーがブラックに塗られていてさらにカーボンセラミックのです、ね、ドリルドのディスクが備わっているということになりますまあこの後りもね見ているだけで本当にご飯が何倍も食べれるようなそんな造形になっておりますでさらにそのタイヤのすぐ後ろなんですけれどもここにですねプレートが入っていて ここは実は実エアがですね抜けていくようなものになっているわけですねこの造形も非常に美しいですしかっこいいですしちょうどここから抜けたエアがですねこのくぼみを沿ってリアの方にですねこう入っていくそんなですね造形になっています。でさらにその下にですねこのカーボンのサイドスカートがですねあるんですけどもここも結構深いですこのサイドスカートがあってそれがですね後ろまでずっと走っていって最後ですねリアの部分ではここに。 レブエルトのですねロゴが入っているわけですけれども、実はここもですね隙間が空いていて、後ろにですね抜けていくような、そんな構造になっているのが特徴でございます。そして、このドアの上面ですね、この上面、こう流れてきたところに、ですねここに給油口が備わっているということでございます。ししかかももここのの油口でですねしっかりとですねねっりと 六角形のモチーフこれもですねいろんな場所に使われてますけれどもそこに Y が入ったものになっているのが特徴ということでお給油口このような感じでですね、はい、蓋なしのですねあのノズルを刺せばですねそのままこの蓋が中に入るタイプの給油口になっているということでございますさらにこちらですねエアインテークがカーボンのですねパーツが入って上と下でですね分かれてるわけですけれども上と下実はですねつながってますので このような感じでつな、はい、がっておりますしさらにですねその内側にもエアが入っていくような構造になっておりますそしてこのエッジがですねかなりこう尖った感じに見えるところありますけれどもその頂点の下の部分にですねドアのオープナーが備わっているという構造になりますさらにですねこの後ろを見ていきますとこの部分もですね実は、はい、開いていてエアがですね流れていくような仕組みになっていてこの流れたエアは 後ろにですすすねね今度入っってていくようなななそんなでで、ね、造形になっておりますでこのリアの造形もまた複雑なんですけれどもまあ多層構造で,ですねレイヤーになっていてさまざまなエアロパーツも兼ねているというところですけれどもここにですねリアタイヤがドンと置かれているわけですがこれがまたでかいですサイズがですね実に355の25の ZR22 というですね22インチサイズかつ25扁平 355というです、ね、最近の中では一番極太なタイヤア,アルミホイールを備えているとリアのキャリパーを見ていただいても普通の車のフロントキャリパーと変わらんだろうっていうぐらいのです、ね、そんなです、ね、キャリパーがついておりますで標準ではですねフロントが20インチリアが21インチなんですけれどもこの車の場合は フロントが21インチ、そしてリアが22インチというオプション設定になっていて、まあ、装着されるタイヤもそれによってですね、当然21インチ、22インチになっているわけですけれども、まあ、極太のですね、タイヤでなおかつ、扁平が25というですね、リアはめっちゃ薄いタイヤなんですけれどもこれ、ランフラットでございます。なのでここにですね、RFT というですね、文字が書いてあるのが見えるかと思います。で、さらにそのタイヤのですね、上の方からこのリアセクションが見えるわけですけれどもご覧になっていただいて分かりますように カーボンパーツがしっかり入ってその中にです、ね、もうエンジンのカバーがです、ね、こう見える状態になっているんですけれども今回のレブエルトはです、ね、このエンジンのカバーが実はないということでこうしてご覧になっていただいて分かりますようにむき出しになっているということですねこれはあのオプションでカバーかなんかがあるのかどうかちょっと心配になってしまいますけれども。 はい、v がですは、ね、このように置かれていて、まあ、それがもうむき出しで見えるというものになっていますそしてその両サイドですねカーボンのカバンになってますけれどもそこが全部エアインテークがですね片方に3つずつついて6つの穴が開いていてこの6つがですね熱をですね逃がす方向だと思います一方でその後ろにですねこの穴が2つ開いてるんですけどもこれは入れる方向なんですがさらにですねここにも12345とですね穴が開いてるのでちょっとこう 前の方から見るとですね、エアのインテークになっているのもわかると思いますしさらにこの部分も複雑な造形になっていてここからさらにエアが入っていったりですね、これ全体が上がってリアウィングになったりというようなそんな構造になっているというところですねそして真後ろがまたド迫力なんですけれども情報廃棄のマフラーがですね、六角形のマフラーですけれどもかなり大きいです、僕の手のひらがこのぐらいなのでそれが2つあって。 これをですね、中心にこのボディパネルが、はい、また六角形をですね、描いてですね、置かれているのが特徴ということになりますねそしてその両サイドに Y のモチーフのレンズが入っているということになりますさらにその下にもエアのアウトレットがあったりということですねそしてそのさらに下ですけれどもカーボンパーツでディフューザーがですねかなり巨大なものが。 このように設置されていてですね、まあ、下回り覗き込んでいただければわかりますけれども、完全にフラットボトムになっている上にですね、ディフューザーのこの高さもかなり高いものですし、奥までですね、ディフューザーがずーっと走っているのが見えるかと思います。そしてこちらにですね、ランボルギーニのマークがあって、バックランプはこちらにあって、 そしてここにカメラが入っております。さらにその下にハニカムのグ、ね、リルが入っていてここにナンバープレートがつくような形になるということですね。なのでこのようにリアから見るとですねまたフロントとは違ったですね格別の迫力あるそんなデザインになっているのが特徴というところでございます。ででではいいいいよよよすすねドアを開けさせていただここううと思います、はい、このような感じで いやーすごいですね改めてこのド迫力のですね開口という感じでちょっと真横から見ると本当になんか翼を広げている鳥のようなそんな見た目ですよねさらにですね、はい、もう片方も開けますとこのような感じでめちゃめちゃ迫力ある。 見た目になっておりますで前から見てもすごい迫力ありますけれどもさらにですねこれ後ろからもちょっと見ていただこうと思います羽がですねちょっと外側にこう開くような感じの開き方になっているのが特徴ということですさらにやはりこの状態でもう一個開けたいところがありますのでこちらも開けてみたいと思いますで、えー、リアのですねエンジンのカバーを開けるのはここにですねレバーがありますのでこれを引くとはい カバーが開きますでは開けてみたいと思いますこれ開けますとダンパーとかはなくてですねこちらに棒がついてますのでロッドを外してここにですねはいかけるということになりますするとはいご覧になっていただいてわかりますようにこの6.5リッターの v 型12気筒エンジンがですね本当にもうセンターに鎮座しているなという感じですし今までの車と違うのはやっぱりこの エンジンのカバーを開けたときにですねこちらご覧になっていただくと分かりますようにハイブリッドのユニットがですねここに入ってるのでオレンジのコードが見えるところでしょうねでこの車の場合はエンジンが縦置きで置かれていて従来であればですねトランスミッションは前にあったのでセンタートンネルの部分にあったわけですけれども今回ですね PHEV なのでセンタートンネルにはバッテリーが入ってますでトランスミッションは一方で後ろに来て横置きのですねトランスミッションが 置かれたというのがまあ大きなトピックということになるわけですね。で、このエンジンのスペックですけれども、まあ6.5リッターのですね上型12気筒の N エンジンということになります。で、これはですねエンジンだけの出力は825馬力ということになるわけですね。ただし、まあ今回 PHEV ですからモーターもですね搭載していて、これがフロントにですねモーターが2機入っているわけですけれども、これがですね220キロワットを発生するということになるわけですね。 さらに、リアにもですね、1 1 0ットの発生するモーターが入ってますので、全部で3モーターということになります。で、これによってですね、最高出力はトータルで1015馬力ということになります。もちろん、エミッションなんかもしっかりとクリアしていて、ユーロ6をですね、クリアできるだけの、そんな性能を持ったエンジンということになります。そして、このエンジンを発足のですね、 オートマチックのマニュアルトランスミッションですねデュアルクラッチのものを介して4人を駆動するですね前輪はモーターですけれども AWD ということになるわけですね0-100キロ加速2.5秒を実現していて最高速は350キロというふうに言われておりますでエンジンですけれどもこの6.5リッターの V12 アメトドールと同じというふうに思えるんですけれども実はです、ね、いろんなものが変わっていて エンジン自体もです、ね、軽量になっている上になおかつエンジン自体の出力も上がっているというのが特徴ですね、そのほかにもカーボンを多用することによってですね重量もですねかなり軽く仕上がっているのが特徴で、まあ、1700キロ台を実現しているということになります。では、インテリアもチェックしたいと思います。ご覧になっていただいて分かりますよう、ね、に、まず開けたところですね、このような感じで、ちょっとドアの内張り見えるでしょうか、浜さんに移動してもらって。はい このような感じで、アルカンターラのですね、ブラックのところにオレンジのレザーとステッチがしっかりと入っているのが分かりますねそしてカーボンもつやのないカーボンが入っているのが分かりますねこの造形もまたかっこいいいちいちかっこいいなという感じですよねパワーウィンドのスイッチなんですけれどもこれドアの内側にあってここにですねちょっとこうガードが入っているような感じでですね、スイッチ類がこのように備わっているということになります。 でこちらに小さなドアハンドルがあって、こちらがですねドアのオープナーになっているという、そんな仕組みでございます。で、今回ですね、この開口が広くなっているのが特徴ということで、これまでのですねアベントドールなんかに比べると、この開口が大きいので、乗り降りがしやすくなったというのが特徴でございます。ちなみに今、私乗りましたけど、ここの辺りもちょっとカーボンの柄が見えたりして、めちゃめちゃ迫力あるなという感じですね。じゃあ と座らせていたでこれがコックピットに収まった状態ですけれどももうね迫力あるのはインテリアも相当迫力あるなという感じで今目の前にこの備わっているステアリングですけれども上部がカーボンでそしてこのスポークも含めて、はい、こうカーボンになっていてそしてここにセンターマークーですねちゃんとついているものになってますね。そして各 スポークのところにはスイッチがいろいろついてますけれどもこのダイヤルがね4つもついていてこれはモード切り替えだったりするわけですねさらにここに見てください EV ボタンがありますので EV 走行も可能となっているとそしてこちらご覧になっていただくとカーボンのですねパドルがこのカーボンのパドル上がりますね造形もすごいし操作感もいい感じだしさらにこのコラムもカーボンになっているということで これはねねすすごいです、ね、しかもこの目の前のメーターのアセルもカーボンになってますしエアコンの吹き出し口周りもカーボンですしそして黒い部分は全てアルカンターラになっていてアクセントでこのオレンジのです、ね、レザーが貼ってあるという感じですね。そしてセンターコンソールですけれどもご覧になっていただいて分かりますようにこの V の字になっていてですねカーボンパーツが入っていてエアコンの吹き出し口とかそういったものがですねここに作られているわけですよね。この 造形もめちゃめちゃ立体的でなんかちょっともうあの作ったものというふうに自然界から持ってきたようなそんな,です、ね、なんかこう木とかです、ね、そういったものを思わせるようなそんなです、ね、カーボンの複雑な造形のパーツがここに備わっているということですねしかしこのエアコンの吹き出し口は埃がちょっとたまって掃除するのが大変そうだなっていう庶民のです、ね、ちょっと心配事がありますけれどもでここにまあランボルギーニのマーク入ってここにモニターが入るわけですけれどもここはですね ナビとかエアコンとかですねそういったものの操作系がここに表示されるということで表示された状態はこのようになっておりますメーターですけれども今点灯状態になってますけれども冬液晶でやっぱりこれはね最新のグラフィックが出てますよねでこれですね今チッタモードになってますこれがシティモードってことですよねさらにストラーダにするとこのように表示が変わってさらにスポーツそうするとここに S のマークがね出ますさらにコルサになると 全部ですねこのようにタコメーター中心の表示になるということですね。でさらに実は面白いのはですね今回ですねこちらステアリングのこの裏側これ見えますかボタンがあったりします。でこれを押すとですねこのメーターのサイドの部分がですねこのように、はい、変わるということで「ビークルインフォナビゲーション テレフォン、メディアラジオみたいな感じでですねこういったものが変えられますしこれどのくらい充電されてるかというところで,です、ね、バッテリーが残りどのくらいあるかというそんな表示もなされていますで一方でですねこちらご覧になっていただくと分かりますように、はい、センターに小さなモニターがあってここでですね、まあ、地図とかですねその他いろんなものを出すことができるというそんなですねモニターがついてますしさらに向こう側 助助手手席席のの方ににはですね助手席側のメタ表示もされていいるととうことになりますその下にですねトレーがあって USB の C が2つあってですねこの周りも当然カーボンで囲まれていてハザードボタンとこれ給油口のですね開閉ボタンがこのようにあるわけですけれどもさらにですねその後ろ側に例のですねエンジンスタートストップスイッチこのように備わっているわけですでここで,ですねエンジンをかけてみたいと思いますと。 いうところなんですけれどもすいません残念ながらですね今回ですねこの車エンジンをかけることができないということでそのサウンドはですねちょっとお預けということで申し訳ございませんまたの機会にさしてくださいさらにですねその後ろにはですねこのリバースのボタンとパーキングボタンマニュアルのボタンがあってここもですね全体的にオレンジのレザーで囲まれていてそしてここに コンソーールがががそののままっってて一応パームレスト的なものがあってですね後ろにもこのようにトレーがあってさらにちょっとだけですけれども物を置けるようなスペースがあるということですね、はい、でちなみに鍵はこちらでございます、はい、最近のランボルギーニのこのデザインの鍵はこのような感じになっておりますちょっと小さめの鍵ですけれども裏側がこのような感じでファイティングブルーのマークがここにちゃんと入っているということでございますミラーですけれどもこのフレームレスのミラーになっていて LED の照明なんかはここにあってバイザーもですね一応ついてます めちゃめちゃ小さいバイザーがついていて一応ミラーもついております、はい、さらに天井はです、ね、このような感じでアルカンターラでここにもです、ね、ステッチが入っているという非常に豪華なものでございますシートはです、ね、ヘッドレストが一体型になったスポーツタイプになっていてこの辺りがです、ね、角が出ていて、まあ、ショルダーのところをです、ね、サポートしてくれるような構造になっていてさらにです、ね、このサイドの張り出しそしてこの下の部分も、ね、張り出しがしっかりあって まあこの辺りのです、ね、革の質もそうですしデザインのです、ね、美しさかっこよさも格別なものがありますよねなので黒のレザーとさらにオレンジのレザーそしてアルカンターラでオレンジのステッチとパイピングそういったものが随所に入ったです、ね、シートになっているということでございますこれはね実際にね走ってみたいですね本当に、まあ、今日はエンジンジもかけられないので残念ですけれども 市場の様子もですね、多分そう遠くない将来にお届けすると思いますで今回のこのレブエルトなんですけれども HPEV というですねハイパフォーマンスエレクトリファイドビークルなんですけれども PHEV ですプラグインハイブリッドでもありますでそのプラグがどこにあるかということなんですけれどもこのボンネットを開けたところにですねこちらご覧になっていただくと分かりますようにここにですね200ボルトの、はい、ケーブルをさせるような仕組みになっているというところですね これ今、ケーブルを刺した状態でボンネットを締めるときは、ここをご覧になっていただくとお分かりになりますでしょうか、ここに今、ストッパーがあるんですけれども、これ、通常の状態だとこれなんですよ、これで締めると普通に締まるんですけれども、このようにですね、はい、このキャッチをですね高くすることによって、このボンネットを締めたときに隙間が出て、このケーブルがですねかまないような、そんなですね仕組みになっているというのが特徴でございます。 はいといとうわけでですね今回は日本に上陸してこのあとすねすぐまた海外に帰ってしまうというランボルギーニの V12 モデルアベンタドールの光景であるレベルと、こちらをです、ね、内外衝突でチェックさせていただきました。 次はですね、是非エンジンをかけたいなというふうに思います。というわけで最後までご覧いただきどうもありがとうございます。チャンネル登録いただければあなたの次の足が見つかるかもしれません。そしてラブカー t v ではトヨタ自動車企画ございましたらコメント欄に消していただければと思います。そしてこの動画への高評価、いいねの方も合わせてよろしくお願いいたします。それではまた別の車でお会いしましょう。ラブカー t v 川口学でした。